ほーこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はですね、JO1 のフリーダム見ていきたいと思います。なんかチラッとね、本当に出だしのほんのちょっとだけ聞いたんですけど、歌がなんかとんでもなさそうな気がしたので、すごく楽しみ。早速見ていきます。かっこいいね。ドーン、チャッ、バーン、チャッ、オレ、ドーン、チャッっていうこのね。待って。いや、え？いや、抑えられないのこっちなんだけど。なーって、こういう感じのちょっといじらしい感じから入ってくるのね。純喜くん？ねんな。敬語くん？このね、敬語くんの優しい声質、なんか息漏れしてる優しさっていうよりかは、そもそも彼が持っているこの声質の感じ、すごくたまらないよね、だからね。ちょっとでも鼻にも通してるかな？いたーの後にちょっと鼻でふんってやるような、そんな感じの音が聞こえる気がする。レンくん？え、やば。待った。このさ、初速がすげえ。フィーリング、ルキくん。フィーリング、このリの感じ、すっごい素敵じゃない？タラララン、タラララ、タラララタナーって、この全部違う感じね。誰この裏声。え？たくみくん？キマタちゃん、キマタちゃんさ、この1、2、3のね、1がすっげーいい感じ。ひらこ、ひらこ、こーってこう、あえてプツプツって切ってるね。これスカイ先生？いや、スカイ先生マジやばいね。火花散る情熱のサンキュフォーって、このさ、わかるかな、この最初のスピードのつけ方がさ、結構エグいんだよね。火花散るなの時は少し長めにしゃくりつつスピード上げる。火花散る、火花散る、こんな感じなんだけど、情熱をの時は押す。情熱のサンキュフォーって、このサの時は SC になるので、少しこう息がさ、サこうやって漏れるのね。この漏れる感じを利用して、さあ、ウォーってこういう感じで、こう、勢いをファンと、ファンと上げておりますね。I want to love you. はい、誰ですか？翔くん？誰よりも、かわいい。誰よりもの言い方が意外とかわいい。誰よりもって、このもの入りが、んを入れることによってちょっと遅くなって少し可愛い。誰よりもってこういう感じにしてるね。足。この気持ちいい。これ歌詞もさ、これヤナエルさんなんだよね。もうなんかさすがだなと。最近で言うと INI のランウェイとかのね、作詞をしてる方なんですが、ヤナエルさんやべえよ。このさ、なれないのさ、このバックの音と、この歌詞のこの合い方。気持ちいい。誰ですか、今の子。何よりも。いい、なんかこう、ちょっと SM 味を感じた、今の声に。
ってこのガで落とすあたりでビブラートもかけちゃってっつって、なんか高音の質感がさよりカーンと音が出るようになったのかな。小生くんも素敵じゃないですか。ちょっと僕をテーラスの尾のところでちょっとねガラっていうかねこうジリッとさせてるね。エッジボイスかな。二人じゃっけの日べ、すごいこう母音がすごい移動するね。なんかもう柔らかさも硬さも手にしてしまったっていう匠氏。ヒットミー。木又くんの声これすごいね。純喜。目覚めようってこの入りの音ね。今シャーのこのシャウトの音ね、このシャの入りがちょっと遅く撮ってるの彼、とってもおしゃれだよ。シャレは硬い裏声がすげえんだ。ヒヨンちゃん。はいはいはい、割とねここら辺はシンプルに歌ってるかな本人たち。うわ全然シンプルじゃねえわ。誰よりもってうわって音が聞こえる。これすごいね翔さん、息をうわって吐く音ね。なれないって割とこうリズムを立たせるよりもなれない、ちょっとつなぐような感じで撮るのが翔さん風でございます。この子多いよ。なんかちょっと雰囲気変わった？高音の出し方。それこそエクソ、SM っていう、まあ、韓国の大手の事務所があるんですけど、エクソとか、もう東方神起とか多分聞いたことあるかなと思うんですけど、チャンミンの高音とか、エクソのチェンとかのああいう高音、なんか割とさ、カーン、キーンとかって出てくるような、鉄骨音みたいな、こういう硬い芯のある歌声みたいなのをね、使ってんのね。この当て方もいいね。イエーイ。いいね。苦しいってこうしーってこう繋いでいく感じ。この感じの中にどん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 とんがっていくみたいな成分を入れていくんだよね。これですね。うおうまめちゃん、まめちゃん待ちなさい。この柔らかさを皆さん今お聞きいただけましたでしょうか。このねののところと only you のところがとんでもない仕上がりになっております。みたいのは only you。 こののと you のところ同じところに抜いてるんだよね息を。ダランダランダランみたいな感じで、すごいすごいよ、技ありだよ。光つかむまで、うおー純喜。待て待て待て、見逃せんぞこれは。Until the night's out。 この分かる、このひっくり返してるの、これ聞いて。やだ。 Until the night's out。
night, so こんな感じで that or night のこのつなぎの部分を全部ひっくり返すのね。 until the night, so こんな感じにやってる、ゆっくりやると素敵じゃない？聞いたことないこれ。このイエーって出すときにイエーってこういうちょっとこう入り方、このソフトな入り方をするとあんまりインパクトがないんだけど、今のジュンキ君みたいにちょっとこのイエ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 、なんかこの引っかかりみたいなのを作って出しやすくしてるね。キエーみたいな、キじゃないんだけどイエーみたいな、ちょっと似たようなところに口の形作って持っていくことによって高音のこのカンっていう張りのある音を出そうとしてるのかな。あーイエー、これだと柔らかいし、おーひえー、これだと息っぽくなっちゃう、おーひえー、こういう感じ。縛られない。うおー。待って、ちょっとやばいじゃん。純喜、待って純喜純喜、ちょっとえ、私の知らない純喜がいるよ。でここのさ、レン君の優しさね、うわ、ちょっと今回純喜くんやべえぞ、純喜くんやべえぞ。はい、お疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。なんかね、明らかにボーカル陣のハイトーンのレベルみたいなのがちょっと変わった気がする。これちょっといろんな曲比較してみようかな、後で聞いてみます。もう一回ちょっと初期の頃の高音と今の高音がどう変わったのかっていうところをね、ちょっと私も気になるので、これはね、まあちょっと自分で調べて、まあ面白そうならね、動画にしたいと思いますので。いや、ちょっとこれは驚いてしまった。私はやばいね、やばい。